私はの73歳になりましたけれども、まだカミソリの切れ味があるかどうか、試してみたいと思ってます。えー、現在までの活動としては、そのまず弁護団のチームを作ったこと、それからあー裁判所との最初の協議をしたこと、そして、えー、先週の木曜日に保釈の申請をしたということが、これまでの主な活動です。 えまあ細かいことは証拠見なければ分かりませんけれども、これはえ常識で考えて、刑事犯罪になるような事件ではないんではないかというふうに私は思ってますこの事件というのの、もし特別な意味なり、この事件に何かこれまでと違うところ、特別な意味なりがあるとすれば、この事件の弁護人を引き受けるというのは、先生にとってどういう意味があるでしょうか、先般のニューヨーク・タイムズに。 えーまあ、このような事件が起こるのではです、ね、その今後、他の国の優れた経営者はです、ね、日本に来れなくなるであろうというふうなことが載っていました、えー、私、やっぱり日本の将来のため、日本の社会のためにもです、ね、この事件については、ゴーンさんに無罪を明らかにする必要があると。一刻も早く ゴーンさん、あるいは世界の方々からの信用を取り戻す必要があるというふうに思っています。はい、えっと、フランスのフィガロ氏の記者です。あの以前の記者会見では。新しい情報がなければ、まあ、その保釈の請求をしないということが記者会見の方で、あの言われたんですけれども。今回、その新しいことっていうのは、どういうことがありますでしょうか。あの。ゴーンさんには不自由かもしれませんけれども。ーゴーンさんが。 色々と外部と情報交換することができなくなるようないろいろな工夫をです、ね、コンピューターであるとか監視カメラであるとかいうものを使って制約するようなことを具体的に考え出しそれを提案しています。 はい、ラウリーと申しますすフリーランスの記者です2つほど質問がありま,すまず先ほども無罪という評判があるという話があったんですけれども今回も無罪を確保できるという自信の方はどれぐらいありますでしょうかというのがまず1つ目の質問ですそして2つ目の方が今回の件の背景にはやはり検察の方うが今回の背景にあるのでしょうか検察のほそがリードしているのかまたはもっと上の 方の政治的な動きが背景にあるのかについて、お願いします、うん、あのかまだ始まったばかりですので、あ,のあまりこう大胆なことは言えませんけれども、私とすると、これはあの無罪が取れておかしくないんではないかというふうに思ってます。それれからあの、えー、2つ目の質問ですけれども、えー、今あの 検察と、それからその上という話がありましたけれども、もう一つ、やっぱりその日産というものの会社、それからまあそこに絡んでいるかもしれないその経産省、そのあたりとあのどういうふうにリンクしているのかなという点については注意をしています、えー、フリーランスの小林と申します。あの海外からです、ね、その交流が非常に長くなっていることに対して、日本の司法制度に問題があるのではないかと。 いうのがしきりに流されてきていますけれども、司法界の,その重鎮としてです、ね、法律界の重鎮として、この会外の評価について、どういうふうにお考えになりますかあの私が弁護士になったあの50年ぐらい前の時には、えー、交流はこんな長くなかったんです、えー、起訴されるとすぐ保釈になるというのがむしろ当たり前な時代でした。 それがだん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 その交流は長くなって、えー、ちょっと前、例えばその鈴木宗男さんなんかは、400数十日交流されました、あの無罪になった村木敦子さんでも160日ぐらい交流されてるんですね。ですから、今、そのやっと裁判所が少しまその反省が出てきて、以前よりは少しまあ保釈が認められやすくなってきているというのは潮流です。でここの今ののの今日本のこのあの 交流は、えー、人質司法と呼ばれるぐらいです、ね、つまりその検察官の言うとおりに自白をしないと、その罰としてです、ね、いつまでも交流を続けるということになっていまして、これはもうその大変各国から批判が多いところです、えー、私どもとしてもうー、そういう状況を訴えてです、ね、一日早く保釈を取るようにしたいと思っています。 エフピ通信の記者の檜山と申します。今日はありがとうございます。あの、検察の調査を今もさらに、あの、受けて、あ、ゴンさんがですね、受けているというような。サインというのは見られるものはあるんでしょうか。さらなる、あの、逮捕もしくは起訴の可能性というのは。今、どうお考えでしょうか。それとですね。あの、大津先生は、あの、保釈請求した時。してもですね。あの、六か月ぐらい、もしくは、その、えー、後半の初日ぐらいまで、あの。 発着されるってことはないんじゃないかというお見立てでしたけれども、先生その辺についてはいかがでしょうか。えー、それとあの先生は今あのどれぐらいの頻度でゴーンさんにお会いになられて、今ゴーンさんはその毎日先生とお会いになってないときはどのようなことをしてお過ごしになっていらっしゃるというふうにあのでしょうか。えー、それとですねあの今回あの歴史的社会的に大切なあのケースであるというふうにおっしゃられましたけど、その辺についてもうちょっと砕いあの紙砕いてあの。 余罪についてはこれは検察官の方をが考えることで、えー、こちらが決めることではありませんただし、まあ、そのこれまでの捜査の,の内容からして、えー、全くないとはあの言えないというふうに思っております2つ目の,あの保釈の時期ですが私は大鶴さんよりはもう少し楽観的に考えていて、えー、そう遠くないうちに保釈になる可能性は十分あるというふうに思っています。ね、あのー まあ大勢弁護人がいるものですから、えー、誰かが1人は必ず言ってますけれども、あのー、私はまあその中の一部ですので、えー、他の時にえーどうしてるかということまではあのー、ここでご説明できませんその最後の質問ですけどもあのゴーン氏はもう世界的に有名なあの経営者ですでしたがってその彼に対してですねこういったその必ずしもその合理的ではない問題で しかも逮捕をして刑事裁判したということですからこれはその刑事裁判の市場でも極めて重要な事件ですし彼の,まあその現在まで果たしてきた役割からするとですね非常に大きな形で政治的にも社会的にも影響を与えるのは当然と思っています。